三重大学養成塾兵庫校、一日の始まりは神棚に向かって祝詞を掃除をするところから始まります。そしてラジオ体操を行い、体を起こしていきます。三重大学養成塾の塾生は職人の心得集を毎朝暗唱し、それらを日々実行していきます。1年生の青木君もしっかりと暗唱できているようです。先生たちから本日の作業および安全についての話があり、一日が始まります。黙々と作業を行う三重大学塾生、それぞれの課題に取り組み、手で感覚を覚えながら成長していきます。作業終わり、神棚に手を合わせている青木くんがいました。神仏を大切にすることも大切なことです。